新横浜。新横浜は、横浜市港北区にある、新横浜駅を中心とする地域及び地名である。競技の地名としては、新横浜1丁目から3丁目まである。住居表示未実施区域。郵便番号は222-0033。講義には、新横浜北部地区、新横浜長島地区、新横浜南部地区、豆戸町の環状2号沿いも含む。略称は、 新横。新横浜区域は、横浜市における都心、ツインコアの一つである、新横浜都心に指定されている。都心としての新横浜には、上記三地区に白号地区、小机駅周辺地区、ハザー地区、ハザワ駅、歌床周辺地区、新羽地区、新羽根、北新横浜駅周辺地区が加わる。新幹線が開通する前は、 横浜市内最大の水田地帯で、鶴見川を中心にかもい、川は方面から、小津く新羽根、岸根、大倉山方面に至るまで、一面の田畑が広がっていた。1964年に、東海道新幹線、翌年環状2号が開通し、1976年に、光が停車するようになって、以来、企業やホテル等が集積し、著しい発展を遂げてきた。 新幹線によってできた町である。1985年3月14日には、市営地下鉄が延伸開業し、さらに横浜アリーナや新横浜プリンスホテル、ペペの開業、2002フィ f ファワールドカップの決勝戦が横浜国際総競技場、日産スタジアムで行われたことにより、知名度は大きく上がり、イベントとビジネスの町として成長している。 新横浜駅は1992年には、望みの運行開始で、その停車駅となり、その後年を重ねるにつれ新幹線の停車本数を増やしていき、ついに2008年3月15日のダイヤ改正では、新幹線全停車という再レベルに格上げされた。2019年に、本地区を通る神奈川東部方面線が開通する予定で、相鉄線方面、 東急東横線方面からの利便性が向上する。新幹線の線路より北側の横浜上朝を道路、不等振動、鳥山側に囲まれた地域である。新横浜といえば大体この地区を指し、オフィスビルやホテルなどが林立している。駅の目の前には環状2号が通っており、新横浜ラーメン博物館もこの地区にある。 新横浜一丁目、新横浜三丁目には、半導体関連、カナダドル、画像関係等の、いわゆる、IT 企業が多数集積している。雑居ビルも多く、オフィスが多いためてなんとは、コンビニ、喫茶店、居酒屋、カラオケが主である。ほぼ5番の目上に区画整理が行われ、共同校も掘られていて、電線、電話線は見えず、整然とした街並みである。 新横浜駅北口には、バスターミナル、高速、空港バス含むと、タクシープール、プリンスホテルの正面玄関には、空港バス乗り場が設けられている。新横浜駅発着路線バス一覧。新横浜駅北口を出てまっすぐ進むと鶴見川の、支流の鳥山川があり、浜鳥橋、鳥山大橋、ワールドカップ大橋がかかっている。さらに山側には、 鶴見川の本流が流れており、新横浜大橋、吉光橋がかかっている。鳥山川の土手には、新横浜駅前公園が設けられ、簡易アスレチックも併設され、近所の住民の散歩コースになっている。近くを流れる鶴見川は、昔から何度も氾濫している川なので、川寄りのビルの地下には貯水槽が設置されている。鳥山川の対岸には、日産スタジアム、 旧横浜国際総合競技場もあり、サッカーの試合、著名アーティストのライブなどのイベントが開催されると、この辺りは人で溢れ返る。また、さらに 2.5km ほど先には、第三京浜港北 IC がある。新横浜駅北口の北東方向には、円柱状の高層ビル、新横浜プリンスホテル、42階建て 149m、があり、 そのホテルに直結している商業施設プリンスペッペは休日になると買い物客で賑わっていその斜め向かいには横浜アリーナがあり、イベントが行われる際には駅は人で溢れ、歩道及び立橋は大混雑となる。新横浜に初めて建った超高層ビルであるプリンスホテルは新横浜のシンボル的存在である。 一節前のタクシープール直上に、地上19階、地下4階建ての駅ビル、キュービックプラザ新横浜、ホテルアソシア新横浜は2008年3月26日に開業し、ホテルアソシア新横浜は4月1日開業、駅ビルからバス乗り場、季節歩道橋へつながるペデストリアンデッキが、同年11月26日に開通した。新横浜駅から、 横浜市営地下鉄ブルーライン、ざみの駅方面の隣駅である北新横浜駅の東側一帯が開発中の新横浜長島地区である。横浜市都市整備局、長島の名は事業地であった日波町の字から取っているが、町名変更に伴い北新横浜1.2丁目となっている。市営地下鉄は北新横浜駅から新和駅の少し、 先まで広角間になる。北新横浜一丁目には地下鉄の新歯車両基地がある。横浜環状北線の新横浜出入り口を建設中である。新幹線の線路より南側の新横浜篠原線、新横浜南口線、道路を軸とした篠原町、豆戸町の一部を指す。北口とは 対照的に、駅前には小規模なロータリーと雑居ビルが一棟ある、だけである。駅前の通りを、菊名方面へ行くと、港北七福神の一つ、大黒天が祀られている大黒天照閣院がある。篠原口から、篠原消防出張所の脇を曲がると、篠原八幡神社があり、名簿古木に指定されている木々が茂っている。この地区の道路状況は、極めて悪く、 見通しの悪い道や、狭い道が多々あるが、首都、住民、地権者との対立が続いており、開発、土地区画整理は難航を極めていた。ゆえに、横浜線では2分程度で到着できる菊名駅から、徒歩では20分以上かかるなど、不便さが目立つ。2003年3月31日に、本地区の事業計画、新横浜駅南部地区土地区画整理事業が、 執行した。これにより、本地区を通る予定であった、都市計画道路新横浜市原線、都市計画道路新横浜南口線、横浜市道新横浜元石川線の延長、拡幅も白紙撤回となった。2006年現在、市は上記の計画を再執行すべく、新横浜駅、南口駅前地区の話し合いを、地権者向けに開催している。 開発の余地が多くあるため、これから発展が見込まれる地区である。1975年に区画整理が行われ、鳥山町、岸根町、篠原町、日波町、豆戸町の一部から新設された。地名は新幹線の駅名にちなむ。2017年、平成29年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。